AI テレビオクエド、本日はゲストに参議院議員で前神奈川県知事の松沢重文さんをお迎えし、フリージャーナリストの五十嵐文彦解説員とともにお届けしています。ではここからはニュースコーナーです。政府が17兆円規模の経済対策を決定したというニュースでした。五十嵐さん、このニュースいかがでしょう。そうですね、なんか考え方が筋が通っていないというのが第一印象ですね。なるほど。かつての高度成長の時にはですね、物価もそれから給料も上がってきましたから、政府がほっとくとですね、累進税でどんどん税が高くなっちゃうんですね。だからそれに合わせてですね、インフレに合わせて減税する、それは定率減税って税率を下げていくんですね。それが必要でしたけれども、この時期この考え方とですね、それから一時的に今は物価がひどいから、物価上昇がひどいんでですね、その生活に困っている低所得者、低年金者を救おうということで、給付をすると、一律給付をするという考え方がですね、ごっちゃになっているんですね。で、定率減税だったら分かるんですが、定額減税ということになるとですね、しかも1年限りということではですね、ほとんどサラリーマン階層にとってはあまりメリットがないということになってしまうんですね。お金が政府から渡されたからどんどん使おうという気にはならないわけですよ。ですからそこはどうも考え方がはっきりしない。松田さん、これはいかがでしょうか。本当に矛盾だらけの政策が並んでると思います。まず岸田さんはですね、防衛力増強しなきゃいけないと、これもう将来増税をせざるを得ないということで、所得税、法人税、あとタバコ税でしたっけね、これ増税をすると言ったんですね。ただ今物価上昇で庶民の生活が厳しいから、それと同時にやっぱりそれには減税もしなきゃいけない、もうここからして増税を言いながら減税を出すというね、この矛盾があるわけです。で、この所得税と住民税のね、この定額減税ですけども、これ実は1人当たり4万円でしょ。で、これ扶養家族も対象になりますから、4人家族だと16万円減税になるんですね。で、税を納めてない低所得の方々はじゃあその分給付を出します。でもこれは1世帯当たり7万円ですから、例えば500万お給料があって税金も納めてますという人には、4人家族だったら16万減税があるのに、なんと所得がもっともっと低い300万で税を納めてない層には給付を与えますと言って、給付を上げますと言ってますが、それは1世帯あたり7万ですから、もう全くもって矛盾した政策になってるんですね。それから減税が1年に、短期なんだと、緊急対策なんだと言いますけども、減税を1年しかやらないんだったらこれ減税じゃないですよ。やっぱり減税っていうのは税の税率なり、制度を変えなきゃいけないわけだから、これはある意味で中長期的に税制を改革していくということなんですが、この減税1年っていうんだったらそれこそ給付でやるべきです。給付の方がすぐ出せますし、税っていうのは来年、今年制度改革決めて来年の国会で法改正をして、その成果が出るのは来年の夏ですからね。緊急性も何もないわけです。ですからこういう細かいことを考えても、岸田さんが増税メガネと言われて評判が悪いと、これじゃ選挙勝てないと、とにかく何か減税でアピールできるものないかと考えようって考えたんですけど、ちょっと矛盾だらけの制度になって、これじゃ国民のまず信頼が得られないですし、私はこれじゃ貯蓄の方に回っちゃって、ほとんど景気対策とか、あと物価対策にねなって、庶民が喜ぶということにはならないと思いますね。閣僚の訪問が発表されたというニュースです。このイスラエル の緊張した状態の中ですけれども、これ五十嵐さん、このニュースいかがでしょう。そうですね、上川さん外務大臣が中東訪問してですね、両方に働きかけるというんですね。イスラエルのネタニヤフ政権はハマスとはもう交渉しないというようなことを言ってますしね、あれだけハマスの方もですね、必ずしもパレスチナの人たち全員を代表しているわけではないんですけれども、
あれだけその爆撃されて民間の人々も含めて殺された、そう簡単にまあ手打ちできないですよね。ですからどれだけ効果があるのか、でとにかく日本はですねアメリカの子分だと見られてるわけですから、アメリカの政権がですねイスラエル支持をですね公表している間、それに逆らってどれだけのことをイスラエルに対してきちんと言えるのかというのは疑問ですよね。ですから言ってもですね、日本政府のパフォーマンスだけということに見られてですね、あまり相手にされないという恐れの方が強いんじゃないでしょう。これですね、まあ、私は再開発を絶対やってはいけないと、今の計画はダメだからもう完全に白紙撤回しろという立場じゃないんですね。やっぱり町の動きというのは歴史とともに、ね、変わっていきますから、この神宮外苑であろうとその時代に合わせて再開発する権利は明治神宮にも、あるいは開発の事業者である三井不動産にもあると思うんです。ただやっぱり歴史伝統も含めて緑も残ってます。ですからできるだけその緑を傷つけないように、神宮外苑というのはある意味でこれまでもスポーツ施設が中心であったんですね。神宮内苑というのは神社と森です。これは守っていく必要があると思います、ある意味で恒久的に。ただスポーツ施設というのは老朽化もしますし、ね、逆に言えば国立競技場だって作り直したし、ラグビー場も作り直したい、そして野球場もこの今流行りのですねボールパークみたいなね、人々が楽しめるパークのような野球場にしたいというのもあって、逆にこのスポーツ施設の利益がないと明治神宮の経営が将来成り立っていかないんですね。そういう意味では私はスポーツ施設を再開発していくことには反対はしてないんです。ただその時にどうやって緑を守るかっていうことを全然、これ東京都知事の小池さんもそうですけども、ね、開発権者もこれ明治神宮も三井不動産さんもそうですけど、きちっと説明してないですし、でだから私はイチョウの木は絶対にこうやって守ります、大丈夫です、それで大木はこうやって守れますと、大丈夫ですと、でただもうスポーツ施設 の、 リニューアルと、あとここにビルを建てないとお金が出ないんでそこはやらせてくださいっていうことをやっぱオープンに説明して理解を得る、そうしないとこれねやっぱり全く説明責任果たしてませんから、やっぱり誤解のもとに反対者がどんどん増えていって、それで有名人の方もどんどん声を上げますんでね、だからこれ開発自体できなくなっちゃいますよね、開発権者の方が、そこが全くできてないところが問題だと思います。小池さんもねちゃんとやっぱもうちょっと説明してほしいですよね、認可しちゃったんだから、宇宙戦略基金の創設というニュースでした。これ五十嵐さん、これいかがでしょう。日本はですね衛星打ち上げでですね産業を作れる余地はあると思うんですよ、ただしここのところ失敗ばかりしているですねロケット打ち上げ計画などを見てもですね、もっと本腰を入れて研究費を回さないと無理だというのも分かります。で1兆円というのは大きく見えるんですが、10年で1兆円というのは1年1000億なんですね。でこれはね例えば大手の自動車産業が研究に出す費用よりうんと小さいんですよね。でこれではね中途半端っていうか小さすぎてですね、実は効果が薄いんじゃないかなと、戦力の逐次投入みたいなですね話を私も実は昔科学技術のわけをやってたんですね。これわかります、向井千秋さん、若田光一さん、はい、これもサイン入りでいただいて直接会ってお話もさせていただいてますけど、もうちょっと効率的にですねうまくお金を使ってですね、産業として育成するのはそれだけの心構えがなきゃいけないと思うんですね。ちょっと小手先だけ一項目立てればいいやっていうような感覚でやるんだったら、これもうまくいかないだろうなと思います。東日本ですごく、勢力を持って活躍してきた戦国武将というと武田信玄、上杉謙信、北条氏康、頑張ってた武将なんだねということを言われて、そうだなと、ひょっとしたらこれ三国志にしたら面白いと思って武田、上杉、北条の三国志を書いたんです。これはですね本当に面白い。
ありがとうございます。さあお時間になりましたので、そろそろニュースコーナー締めたいと思います。以上、今日のオペードでした。